こんにちは、ヒデオです。バンコクの南東150キロにあるパタヤジョムティエンビーチでロングステイしています。今日はバンコクパタヤ病院を体験しようというテーマでお届けします。バンコク病院はタイランド全土およそ30都市で病院を運営している大きな病院チェーンのグループです。パタヤにはバンコクホスピタルパタヤがあります。パタヤ在住の外国人はバンコクパタヤホスピタルと呼んでいます。この動画でもバンコクパタヤ病院と呼ぶことにします。この病院はパタヤエリアにおいて最も規模の大きな大型総合病院になります。旅行者も在住者も外国人が具合が悪くなったという場合にはまず大抵この病院に来るという位置づけです。今日はもしお腹が痛くなってこの病院を受診することにした場合、どういうふうな診察、さらには入院の流れになるかといった内容でご説明していきたいと思います。バンコクパタヤ病院はノースパタヤ地区スクンビット通り沿いにあります。パタヤ市内からですとボルトタクシーを使っておおよそ60バーツ、私の住むジョムティエンビーチからですと距離約12キロで80バーツの料金になります。こちらがバンコクパタヤ病院、16階建ての建物がそびえ立っています。その後ろの方にはさらに4つ建物が続いています。スクンビット通りから病院の敷地内に入ったら、このメインの建物の1階車寄せに車を止めてそこで降ります。そして受付となります。車の乗り降りに介助が必要な場合はスタッフさんが手伝ってくれます。建物に入ると大きな吹き抜けがあり、シャンデリアが輝いています。この病院は5つ星ホテル並みのサービスを売りにしています。この総合受付で受付をします。パスポート、加入している保険のカード、クレジットカードの付帯保険を利用する場合はクレジットカードを提出します。保険会社への連絡、交渉、手続きはすべて病院のスタッフさんが行ってくださいます。日本のパスポートを見せると、日本語通訳をお付けしますかと聞かれます。必要であればイエスと答えます。通訳は無料です。この病院には3名の日本語スタッフさんがいらっしゃいます。クレジットカード付帯保険利用の場合、保険会社に連絡をして、今パタヤ市内で滞在中なんですが具合悪くなっちゃって病院行きたいんです、どこ行ったらいいですかと質問したら、まず間違いなくこの病院を指定されます。それは設備が充実していることに加え、外国人対応に非常に慣れているからです。ちなみにアラブ人の方々に向けてはアラビア語専門の受付カウンターというのがあります。この病院はメディカルツーリズム、医療ツーリズムに大変力を入れています。通訳は20カ国語以上に対応しています。総合受付で受付をし、大まかな症状を伝えると、それぞれの症状に応じた診療科目へ連れて行ってくれます。なお、この病院は日本のデパートのように年中無休です。土日祝日も診療してくれます。デパートのような会員カードの制度まであります。バンコクパタヤ病院は5つの建物からなっており、奥へ奥へと続いていきます。メインの16階建てのビルは1階から6階までが各診療科目、実にたくさんの診療科目があります。で、7階から上が病棟になります。入院病棟ですね。そして一番上の16階はエグゼクティブフロアとなっております。総合受付でお腹痛いんですけどって言うと、大抵この3階にある内科へ案内されます。いつも大勢の看護師さん、スタッフさんたちが立ち働いています。待合の長椅子は硬い長椅子とかではなく大きなソファーです。サービス業としての意識が高いので、ここでは全てがホテルレベルです。まずはこちらの小部屋で体重と血圧測定、
どこの診療科も待合室はこんな感じです。私はパタヤジョムテンビーチで暮らして9年ですが、これまでこの病院には100回近く足を運んでいます。デング熱の治療で一度ここのお世話になりました。それ以外は全て誰かの付き添いもしくはお見舞いです。しばらく待合で待っていると名前が呼ばれます。そしたらこちらの診察室のどれかに入り、そこでお医者様の診察を受けることになります。ちょっと喉が渇いたので水を飲みましょう。無料の水が置いてあります。水にはラベルに病院のロゴが書いてあります。以前は無料のコーヒー、紅茶、ココアのサービスがあったのですが、新型コロナになってからは、水だけになったようです。検査が必要になった場合には、その検査設備がある部屋へ移動します。ここはダイアグノスティックイメージングディパートメント。X 線や CT スキャンを取る場合にはこちらの部屋へ移動します。検査を終えて内科の待合に戻ってしばらく待つと、また名前が呼ばれます。そこで診察室に入ってお医者様から診断と治療方法について説明を受けます。さらに注射などの処置がある場合には行います。診察・診療は以上になります。終わったら係の方が1階にある薬局支払い窓口へ案内してくれます。自分の番号が呼ばれたら指定されたカウンターでお薬を受け取り、保険でカバーされない部分の支払いをします。この病院、料金お高いです。診察時間5分ほどの簡単な内容だったとしても、まあ一声8000バーツ、2万6000円とかかかります。この病院は基本的に 100% 費用が保険でカバーされる人のための病院です。もし診察の結果が思わしくなくて入院となった場合の流れについて説明します。まず連れてこられるのがここ、アドミッション&インシュアランスディパートメント、入院許可と保険の部署です。ここは入院1泊7万バーツ23万円、ICU ともなると20万バーツ66万円に達することがあります。保険で賄えなかったらえらいことになります。自己負担分の支払いが持っているクレジットカードの限度額を超えないか、普通預金の残高を超えないか、ヒヤヒヤします。手術室以外で病院の中でここのセクションがある意味最も緊張を強いられる場所になります。もし入院治療費が賄えない場合は、一泊だけここに入院し、翌日以降は料金の安い別の病院に移るといったアレンジもされることがあります。入院手続きが無事終わったら、7階以上にある入院病棟の病室へ移動します。入院病棟の窓からの眺めは素晴らしいです。街並みを一望できます。入院中はこの眺望を眺めながら日々を送ることになります。入院病棟は完全個室です。付き添いの人がゆっくり泊まれるようなソファベッドも備え付けられています。お部屋はこんな感じ。入院中はそれこそ15分おきくらいに人が入れ替わり立ち替わりやってきて、結構慌ただしいです。検温、点滴、食事の配膳、部屋の掃除、体を拭いてくれる診察など、結構忙しい日々です。入院生活が終わり、病気怪我が良くなって退院の日を迎えたら、足を運ぶのがこちらのセクションになります。インターナショナルサービスディパートメント。こちらで入院にかかったすべての費用、そのうち保険でいくら賄われたか、自己負担がいくらだったか、という説明を受けます。鵜呑みにするのではなく、内容をちゃんと確認してください。
この病院には3階にももう一つ薬局と支払いの窓口があります。入院患者が退院するときはこちらの窓口で退院後のお薬の受け取りと費用の支払いをします。入院した場合の流れは以上になります。バンコクパタヤ病院の詳細につきましては概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧になってください。今日はバンコクパタヤ病院について紹介させていただきました。もし具合が悪くなって診察を受ける、さらには入院するといった場合にどういった流れになるかをご紹介してきました。パタヤを訪れる、あるいはパタヤに住んでいて、病院にかからずに済むに越したことはありません。ただそういった場合に備えてこうした情報を知っておくのは良いことかと思います。以上です。この動画が面白かった、役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。